泉さんのこと好きだったんでしょ。なんでそれ。アリサさんから聞いたよ。いや、うん、ごめん、佐藤には先に言っとくべきだった。本当だよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。でもさ、あんな風にとっさに振り回るなんて、泉さんって素敵だよね。佐藤だって素敵だったよ。ありがとう、母さんのこと気遣ってくれて。週末さ、どっか旅行行かない？旅行？俺たちの誕生日だし、二人でお祝いしよう。賛成。ちょっと待って。